自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからな、うん、っていうことだよね、うん、高橋恵子さんとブルーハーツの間で僕もしばらく悩んでました等身大じゃあチビのまま Ladies and gentlemen, Welcome to North Village。仕事に縛られず自由を求めたらお金が稼げない、お金を稼ごうとしたら忙しくて不自由になりそう、どちらが大事なんだろうか自分で決めてください としか言いようがないあと、まあ、あえて言うなら自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからな、うん、っていうことだよね、うん、それは思い出そうみたいな気はする、うん、うん。平日は仕事、週末は家族と過ごし、自分の時間がなくてやりたいことをやれず不自由を感じます。解決策はありますか、うん、自分のやりたいことで稼いでください自分が好きなことを自由に追求していれば全く売れないものを作っていても幸せなんでしょうかそれも人次第ですってことだからでもなんか打ち込んでから考えろって気がするよね。それ先に考えることじゃないっていうか。でもどうせだったら多くの人に本を読んでもらいたいとかあるじゃないですか、うんうん、なんか俺も誰も読まなくていいって思って本を書いたことはない、うんうん、もちろんそうじゃなきゃ多分出版しないよね。ただそれを多くの人に読んでもらうのは作った後に考えるってことですよね、うん、なんかこれさっていうのがないとなんか本をどうなるんだろうとか思ってもなんかわけわかんないっていうか、うん、ね、書いてできた作品を多くの人に伝えたいって思うっていうか、うん、広げたいって思うってことだよね。だから作ってから考えようみたいな感じだよね。仕事も遊びも自由に思い切りしたいけど何がしたいかわからない、どうしたら見つけられますか。うん、世界一周してしながら探してください。わかりました、うん、ネットの発達や AI の進歩などで人間本来の力が失われていくのではないだろうか、うん、っていうのに対してどう思いますか。いや、新たな能力を開発していくと思います人類は世界が平和になるためには、うん、強力なリーダーが世界中全ての人を引っ張っていければと思うんですけど、どう思いますか。 でもやっぱりみんなの気持ちが変わることだからね、おそらく本当に平和になるってことはね、うんうん、だメッセンジャーが出てくる可能性はあるけど、それは一人ではないと思うよね、うん、ゾーンに入るって言葉がよくあるじゃん、うん、覚醒した状態みたいな、うん、それを目指してるうちは誰か超人になるだけなんだけど、うん、俺なんかその黒子のバスケって漫画だけど最後に最強のゾーンっていうのが出てきて、それは自分がスーパーサイヤ人状態になるのと同時に仲間もみんなスーパーサイヤ人状態になる、すげえと思ったっけ、うん、あ俺ここ目指してと思ったもん。なんか自分をスーパーサイヤ人状態にするにはっていう研究をしてたんだけど、うん、うん、あそっかみたいな、みんな、うん、みんな同時引き上げじゃないっていう、うん、なんかそれすごいなみたいな、そうですね、うん、なんかなんとなくでもそういう感じなんじゃない、世界平和になるって本当にね、うん、っていう気はする。現在、過去、未来、どれが一番大事？分かんないそれはその一言じゃ分かんないな未来の自分はどうなってるんだろうか、現実的に考えて等身大の未来を予想した方がいいのだろうか、うん、等身大じゃチビのままね、はい、新しいことにチャレンジしたくても自信がない、どうしたらいい？やりながら考える自信がなくてもいいからやりながら考えろって根拠のない自信っていうのはどう思います、それについて。だから人に理解できる根拠のない、うん、根拠がないってことだよね、うんうんうん、でもどっかに俺の中にはあるよ、うんうんうん、ただその世の中的とか他人が理解できる根拠ではないってことだよね、うん、だと思うな、うんうん、なんだか仕事に気乗りしないとき、気持ちがざわつくときってどうしたらいい？稲中を読むなんかそれだから俺真面目に言うとそういう時に開く自分のノートはちゃんとあって、うんうん、だそういうそっちの方では真面目に言うとやってるよ、うんうん、物を売る、本を書く、やはりニーズやマーケティングを重視するべきだろうか。うん、なんか
そうやりたい人は楽しそうだなとは思う。今回の人生やる気はないが、うん、なんかそれはそれで一つのゲームとして面白いゲームだなと思うし、まあ、そうですね、うん、やりたいことをやって生きていくってそんな人生甘くないですかって、うん、うちの親もそう言っててブルーハーツはそうした方がいいって言ってたので高橋恵子さんとブルーハーツの間で僕もしばらく悩んでましたどっちが本当のこと言ってるのかどっちが本当のこと言ってたんですかどっちも本当のこと言ってましたどっちも本当のこと言ってましたね。最後ドロップアウトが一つテーマ そのホームページなんですけれども、うんうん、ドロップアウトって、まあ、いわゆるレールから外れるっていうのも含め、うんうん、ライムさんってそういう意味では、うん、なんかドロップアウトをしまくってきてるイメージが、その一発目の、うん、いわゆるこういうレールから外れるっていうところから一、うん、回一回それをリセットするっていうのも一つドロップアウトじゃないですか。じゃあバーをやってこう広げました、うん、そっからそれを全部譲って出版に行くとか、そっから自給自足の村に行くっていう、うん、だからドロップアウトっていうのをテーマにした時には、あやむさんってその道のなんかそこまで繰り返し続けてる人ってあんまいないんじゃないかなと思うんですけど、うん、そのドロップアウトすることの魅力とかそういったものをちょっとお伺いできれば。うん、なんかもともとドロップアウトっていう言葉がいまいちピンときてなくて、うんうん、ドロップアップみたいなそういう感じ、まあ、俺的には、はいはい、うん、まずね、まず、まあ、キャリアアップみたいな、うん、あんまなんかこう外れたことやってやるみたいな感じはないのよ、うんうんうん、なんかそのだからドロップしてる感覚もあんま根本的なほら逆らってるみたいな方が本当はかっこよかったんだけど、ロックンローラーに憧れてたからだけど、あんまりそういう、なんていうか面白そうだからそっち行ったみたいな、うんうん、感じで、だからドロップアップみたいな感じをずっとやってる。あとでもでっかいのは、まあやっぱ信長好きで、信長が自分の過去の成功例を真似ないっていうことをよく言ってて、よく一緒に飲んでたんだけどう空想の中でね、なんかその感じはあるかもな、うん、どうしても俺も自分でちっちゃいなって思うところがあるから、すごく自分に対してね、雑魚だっていう、ちょっとぼーっとしてると、うん、過去の自分の成功例をまたやろうとするから、うん、でもそれって言い方変えれば必勝パターンだったりもするわけじゃないですか、うん、それを手放すって、でもすっげえつまんねえじゃん、また勝っても、いやもうできることをもう一回やってもなんかバカじゃねえのみたいな二重跳びできるようになったのにまた二重跳びかよみたいな、おうおう、ワクワクしねえっていうか、うん、で見る人が見てもつまんねえやつだなと思われるだろうなってもあるし、うん、だからどんどんなんかこうこれどうなんだろうみたいなことやりたいんじゃない、うん、できねえかもねみたいな、うん、そういうのが俺にとって多分快感で、なんかこうあるものからドロップとかアウトとかっていう感じの欲求ではなく、もしかしてこのままやっていくのが一番超チャレンジングと思えばずっとやっていくと思うんだよね、うん、うん、それをね、うん、でもそのジャンルでの必勝パターンに頼らずとも、あやむさんの場合って何をやるとしても、うん、やっぱ飲みの場が、うん、まあやむさんの中でここでは負けないみたいな、うん、それが逆になんか必殺技というか必勝パターンというか、うん、でもその飲みの場ってどのジャンルでも人と付き合う限り、まあ、あるじゃないですか、うんうん、でそこでは負けないっていう自信があるから、別にリセットして違うことをやるんでも勝てるけどねっていうのがあるのかなって思ったりもするんですけど、どうなんですか。飲みはそこまで意識してないな。まあ飲みの場っていうか、うん、コミュニケーションですよね。そうだね、人と出会って、そうそう、いわゆる巻き込む力であったりとか、なんかその場でなんだろうな、ワクワクさせるあれとか、うん、でそこは全てのジャンルでこう人と付き合う限り武器になるじゃないですか、うん、がゆえなのかなって思ったりとか、うん、多分こんな風になったら面白くねみたいな、うん、イメージっていうぐらいがちょうどいいんだけど、うんうん、ぐらいのワクワクするキラキラしているイメージみたいなものを描いて伝えるみたいなことに自信があるのかもね、うんうん、それはワールドカップ出れる気するもん、うん、なんか、うん、そうだからプータローとかなってもまたそれが出てくるだろうから、うんうん、なんかワクワクすることが、うんうん、それをやっていけば、まあ、今まで何回もやったけど、うん、またゼロからいろいろな人と出会っていって、うん、こうなってあなってこうなってこうなってこうなってみたいな、うん、それはあるかもね、うん、でその最初のうちのお金がないとか認められない時代も別にその辺でアルバイトとかしてればいいわけだし、うん、なんかまあ死ぬこともないだろうっていう、うんうん、どうとでも
なるんじゃねみたいな、ドロップアウトするっていうのは生き方を選ぶっていうことであったりもするじゃないですか、まあコツとしてはギャップイヤーっていうのは一ついい方法ですよね、さっきのね、途中でね、なんかギャップイヤーを経て生き方をちゃんと決めるっていうのはね、なんかすごいいいアドバイスね、それ以外なんかあったりします？なんかドロップアウトやっぱ勇気いることじゃないですか。俺やっぱ10代終わりぐらいかな、その森永博さんの書いてるドロップアウトの偉い人っていうあの本は結構やっぱ俺にとってでかくて、大学行かなきゃって頭だった、そういう今みたいな考えになってない、で40人以上のかっこいい大人、ドロップアウトしたかっこいい人っていうのがバーって連打されてて、山盛りと思ったもんなんかこんな例があんだって、でなんか完全超イケてる人今はね、だけど元からいけない人ばっかじゃないわけね、だからやっぱそのドロップアウトっていうのが例になってるから、もともとある組織にいてとか会社に勤めててとか、どうしよっかなみたいなとこから自分なりに好きなこと見つけて今かっこよく生きてるっていう人が40何人も紹介されてたから、もうごちそうさまですみたいな大丈夫です俺大丈夫ですみたいなもう余裕ですねみたいな、なんかそういうあれは大きかったかも、ドロップアウトって言葉聞いた時、本っていう、まあ、紙の束で初めてなんかロックンロールできるんだって感じたっていうか、なんか音楽からしかそういうのって感じられないと思ってたけど、すげえパッション受けたっていうか、だから自分で本作りたいって思った全てとは言わないが、一つのきっかけになったかもっていうぐらいの本だね。で何年も後に「続」って言って第2巻が出た時に俺も登場させてもらって、それはなんかすごい嬉しかって、あんまりそういうことに喜びを見出さないけど、あれは意外と人に自慢したかった、影響を受けた本だ、っていうのはなんかドロップアウトって言葉を聞くとやっぱそのことは喋りたいなと思った、強いてあげるならこの人のドロップアウトはあっぱれだったって何かありますか？分かりやすいのやっぱこのチェチェはアルゼンチンの医学生だからね、が一本南米バイクで旅しちゃうみたいので、旅したところで見たいろいろなもう苦しんでる人とかの、ざっくり言うとね、人たちの現実を見て、あのフィデル・カストロに会ってキューバの革命に参加したアルゼンチン人っていう、なんかドロップでしかないみたいな感じなんかもうどういう人生設計だってだからその時の旅の時の日記がバイク旅だったから、モーターサイクルダイアリーズっていう映画になってるよね、あの予想外、なんかその王道から外れちゃうとかじゃなく、まあいつもドロップアップじゃんみたいな、なんか予期せぬ方向にバーンといっちゃった、だって医学生としてちゃんとやってればさ、別に医者になれたわけじゃない、おそらくね、安定感っていう意味では真逆の医者と革命家あゆみさんなんかカストロとなんかハグしてませんでした？そうそう、なんかいろいろキューバでねセットしていただいてフィデル、カストロと横浜のヤンキーがなんでカストロとハグするようになるんだろう、ね、すごいよね、あれはちょっと手がめっちゃ柔らかかったよびっくりした、まあ、周りにマイク・タイソンみたいな8人ぐらい SP ついてたけどマジなんかやったら即プシュッだって超怖かったけど、なるほど、わかりました、ありがとうございます、す。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.